どうも、斉藤真嗣でございます。さあ今日はですね、今まさに小説を書いている方々に送る言葉というのをですね、紹介したいと思います。というのはですね、ちょっとネットを見てましたらそういうサイトがあったので、これは素晴らしいな、皆さんに紹介しようというふうに思ったのでね、紹介したいと思うんですけれども、まずね、小説家にとって最も大切なのは自信だということなんですね。自信なく書いた作品っていうのはやっぱりこう誰の心にも響かないぞということなんですね。なので自信を持って書きましょうと。それはですね、漫画のバクマンにも書いてるんだそうです。そこにはですね、才能がなくても成功する漫画家の条件というものに、うぬぼれと努力と運だというふうにおっしゃってるんだそうです。はい、まあそうですね、僕は今のところ運がないかもしれませんけれどもね、あとは努力をして、あと意外にもうちょっとうぬぼれた方がいいのかなということですね。まあそういうようなことで、まず勇気づけられる名言というのをですね、紹介したいと思います。小説を書いてる人をね、勇気づけてくれる名言、これはですね、チャップリンの言葉ですね。映画監督のチャップリンがですね、84歳の時のセリフです。インタビューでね、あなたの最高傑作を教えてください、次の作品ですよ、はい、名言。これは僕知ってました。チャップリンのね、自伝なんかも読んでますからね、こういうね言葉を吐いたんですね。素晴らしいですよ、84歳にしてですよ、あなたの最高傑作は何ですか、次の作品に決まってるじゃないですか。そういう気持ちで創作にね、取り組みましょうということです。はい、続きましてですね、これは素晴らしいですね。アメリカの作家エルバート・ハバードさんのですね、言葉でございます。人生で犯し、人生で犯しがちな最大の誤りは、誤りを犯さないかと絶えず恐れることだ。ちょっと言い回しがね、分かりにくいかもわからないですけれども、要はですね、誤りを犯さないかと絶えず恐れることっていうのが最大の誤りだと。ね。失敗を恐れてることが一番の失敗だぞ君っていうことなんですよ、言ってしまえばね。傑作を書こうと思うばかりにですね、一作品も書けないではないかというのが、小説家、志望小説家の方のよくある陥りやすいパターンなんだそうです。はい。続きましてはこちらですね。マリリン・モンローのことです。たとえ100人の専門家があなたには才能がないと言ったとしても、その人たち全員が間違っているかもしれないじゃないですか。僕は決してね、書評家の方嫌いではないです。ですけれども、書評家の方々はね、こんなやつ才能がないよって言われるかもしれないけれども、その書評家に才能あんのかっていう話なんですよ。ね、だからそんなものは別に、気にしなくていいです。恐れるなということですね。人の言葉にあんまり左右されない方がいいです。それはもう、自戒も込めてね思います。マイケル・ジャクソン行きましょう。マイケル・ジャクソンの名言でございます。みんな自分の才能を疑いすぎるのです。自分を疑っていては最善は尽くせません。自分が信じなかったら誰が自分を信じるのでしょうか。言うな。マイケルは言う、やっぱり。自分が自分の才能を信じないと誰が信じてくれるんですか。そういう気持ちで行きましょうということです。はい。これ柳瀬隆さんの名言でございます。僕は漫画がずっと売れなくてね、アンパンマンも50歳過ぎてからですから、それでもずっと書いていました。ダメになる人を見てると書いてないんですよ。書かずに理屈ばっかり言ってる。売れなくても時間があればその分書けるじゃない。耳が痛い。そうじゃないですか。ああ、売れてない人ってね、理屈ばっかり言って書いてない。書きなさいよっていう話。今すぐ書きなさい。書かないのに文句ばっかり言ってる。そんなの売れるわけがない。だって書いてないんだもん。お笑いでもそうです。ネタも書かずにね、文句ばっかり言ってる。売れへんな。あいつおもろい、あのネタ。何がおもろい、あのネタ。俺、一回も今年のキングオブコント笑えへんかったわ。すぐ言うやついるんですよ。笑わんかったがすごいと思ってる時点でもう芸人やめろ、お前っていう話なんですけどね。まあまあそういうことなんです。結局ね、文句ばっかり言ってる人はダメだということですね。最後にですね、太宰治の名言を置いてこの動画を締めたいと思いますので、ね、
笑われて笑われて強くなるという、皆さんね、自分をどうか過信して、そしてですね、笑われようが何されようが自分を貫いてください。そして書き続けてください。やり続けてください。それが成功する唯一の方法かもしれません。何もせずに文句ばっかり言ってる時間は1円にもなりません。本当に人を傷つける、ね、文句を言ってる自分は留飲が下がるかもしれませんけれども、留飲が下がったってあなたの評価も下がってるだけですよ、ね、これ名言加えてください、ね、斉藤紳士、ね、お前の留飲は下がってるかもしれんけども、お前の評価も下がってるぞ。あんまうまくないですかね。まあなんでね、2チャンネル、ツイッター、しっかり、ネット上で人を誹謗中傷してるようなやつには何の価値もございません。とにかく人を感動させる作品を書き続けましょう。というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。